ミシェル・プラッソンは、フランスの指揮者。パリの音楽界一族に生まれ、父親はバイオリニスト、母親はオペラ歌手であった。パリ音楽院で、ラザール・レビにピアノを、ウジェーヌ・ビゴーに指揮を学ぶ。1962年に、ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝を果たして、シャルル・ミュンシュに認められ、その勧めで渡米し、エイリー・ヒラインスドルフ、レオポルド・ストコフスキー。 レナード・バーンスタインらに支持する。1965年にメス歌劇場音楽監督に就任、1968年からはトゥールーズ・カピトール歌劇場音楽監督に転任する。なお、長らく演奏、録音活動においてプラッソンの主兵として知られてきたトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団は、 後者の歌劇場のオーケストラのことに他ならないが、プラスソンが同オーケストラの常任指揮者を兼務するに至ったのはようやく1980年からであった。1983年には歌劇場監督を辞任し、トゥールーズキャピトル国立管弦楽団の音楽監督に専念した。国外での活動も勢力的で、1977年には、 メトロポリタン歌劇場にデビューを果たし、1993年にはドレスデンフィルハーモニー還元楽団の昇常任認識者に迎えられている。日本には1973年大阪国際フェスティバルにおいて NHK 公共楽団を指揮したのを皮切りにたびたび来日しており、2005年にはパリ還元楽団を率いて来日、小村や ルーセルなどのフランス近代音楽を指揮した。プラスソンは、フランス音楽の伝統の擁護者を自負しており、近代フランス音楽の様々な、そしてしばしば珍しいレパートリーを意欲的に、録音してきた。1970年代より、EMI において、サンサー・アンス・ヒ曲集、ビゼーの公共曲集、ドリーブの過激楽目、ガブリエル・ホーレの還元楽曲全集、フランク並びに、 ソ村の公共曲と公共詩、デュパルクとシルビオ・ラザーリの公共詩、ドビュッシーの主要な還元楽曲、マニャールの公共曲全集などを録音した。また、1990年代前半には、ドイツグラムンにより、ミヨウの公共曲や、オネゲルの還元楽曲集も相次いで録音した。いずれも演奏は、トゥールーズ・カッピトール国立還元楽団による。 さらにドレスデンフィルハーモニー管弦楽団とはドイツシャルプラッテによりリストの公共詩集やボロディンの公共曲を録音して高い評価を勝ち得た。息子エマニュエルはイギリスやオーストリア、アメリカ合衆国にバイオリンと指揮を学んだ音楽家で現在はもっぱら指揮者として国内外で幅広く活躍している。1997年にメトロポリタン歌劇場ほかで アメリカデビューを果たしたのを振り出しに、オペラ指揮者として活躍しており、とりわけニュージーランドと豪州で人気が高い。2000年には EMI より最初の録音を制作した。ありがとうございます。